標準的な形状のツルハシツルハシは、先端を尖らせて、左右に長く張り出した頭部をハンドル部分に直角に連結した道具。動画の一種である。主に硬い地面やアスファルトを砕くために使われる。ピカクスと呼ばれる。ピッケルに似た形をした大型工具で、尖った頭部がツルのくちばしに似ているため、ツルハシと呼ばれる。 急に本陸軍や自衛隊では十字句はと呼称する。頭部はほとんどのものが金属製で、ハンドル部分は金属製か木製であることが多い。日本で一般に市販されているものは頭部が赤く塗装されたものが多い。日本では大倉長常の農具弁理論に木おこしとして紹介されている。今日、日本では多くが土木工事のため用いられる。 頭部の張り出しが片側にしかない形状のものは、片鶴橋と呼ばれる。頭部の一方が尖っており、他の一方が平場のものは、鉄道鶴橋と呼ぶ。張り出し部の先広がりの形状が三味線のバチに似ているところからバチ鶴とも呼ばれる。鉄道鶴橋は、西洋から伝来したものとされる。鶴橋の形状等に関する実規格はないため、メーカーが異なると、 ハンドル部分と頭部部分がうまく合わないので注意が必要である。寒冷地では氷を砕くのに使われ、用途上頭部の一方が、斧状になった、よりピッケルに近い形状の商品も販売されている。林業では、歴が多い場所への植樹に対応するため、頭芽の反対側に鶴をつけた、鶴付き頭芽が使用されることがある。ありがとうございます。